生きてる。ダメダメ、ジップ。ランプに火をつけ、手術道具を消毒。リスなど後回しです。陛下のお命が危ういのですよ。私という人間を分かってないな。落とすなよ。重症患者、コードレッド、コードレッドだみんな。我らが毒の大復活、うん、頑張れ、小さい君。ふぅ、これ久しぶりですね。おなじみの手順で行くよ。大丈夫、僕らに任せて。さてと、リスをつくぞ、みんな。 OK。 目覚めた時には全て終わってる。殺してるこの家に取り付くぞ。メスを殺菌して、どの器具も舐めないように。患者の状態は安定。先生と動物たちちゃんと通じ合ってる。動物たちの言葉で。左心室を通りました。さすが。すごい。ダブダブ、監視を取ってくれ。はい、どうぞ。それはセロリだ、監視だよ。おー、失礼。はい、どうぞ。セロリだって。監視。人参だ。監視。それもまたセロリ。あと監視。全部セロリだ。はい、自分で取ろう。動物とどうやって話してるんだ。父、汗を。私の汗も拭いてもらえるかな。はい、すみません。僕ここに通って先生の助手にしてもらおう。ここを保護区にされた陛下が万が一にでもお亡くなりになれば、所有権は国のものとなり、ここはなくなるわ。閉鎖なの？ええ。完了。大変、女王が病気に。やばいぞ。動物と話せるドリトル先生と一緒に薬を探しに大冒険へ。マジ？ドクタードリトル。白クマのくせに体を焼いているのか。